さんです。トップでですね、左の手首の甲がですね、前側に折れるんですね。でグリップが緩みます。その辺の矯正したいと思います。はい、じゃあちょっとトップの形作ってみてください。バックスイングします。はい、このようにこう甲側に折れるんですね。折れてこれ見てください。こんなに開いちゃうんですね。本人はフィンガーのつもりがこんな感じで、緩んでましたね。はい、それをですね、はい、ちょっと指だけ出してみてください。はい、グリップしてみてください。はい、少しパーム気味にして、緩まないように、爪がこう段々になるようにしてですね、グリップ当ててみてください。はい、ちょっと見せてください。はい、こんな感じに握るようにしました。そして、隙間がね、指と指の間に隙間が作らないようにして、はい、グリップしてみて。はい、ショートサブね、親指とこの人差し指の長さが揃うようになりました。はい、こんな感じで今度はコックの方向ですね、これをやってみたいと思います。はい、肘手をつけてください。はい、今と同じような感じでグリップしますね。はい、そして、はい、こういうふうに机に沿ってコックしてください。くっつけたまま、はい、つけたまま。じゃあ手のひら一回開いてみましょう。はい、この方向に指の、はい、はい、そうですね。はい、ちょっとこのハンド、これを入れてみましょう。はい、はい、この方向です。この方がコックです。はい、グリップしてみてください。そうですね。これ手の甲がまっす、平らですね。私はこのここからここまでのライン、あとクラブのラインはですね、平らですね。平行性ですね。ここを非常に大事にします。こう折れたらダメなんですね。ですから手のコックはこう手を開いて、この方向だと。そして緩みのないグリップを作ることによって、正しいトップの位置ができます。じゃあトップの位置作ってみましょう。はい、はい、バックスにしてください。はい、今度でいいですね。平らになりました。はい、このようにテーブルの上でね、肘から手のひらまでつけてコックの方向を確かめると正しいフラットなんですね。フラットリストのトップができるようになります。皆さんもやってみてください。